はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャッシーク防御側やっていきましょう。まあ、今回からね普通の GA に戻りましたので、なるべく雑にならないようにね。どうしてもこのヒーローの共演だとまあねポイントも安いんで、よしって感じでこういつもの感覚で4000使ってるのに1000みたいなね大胆さ出してしまうと、あっという間にやられますからね。そうならないように待ってるな、ちゃんと切れるまで。なるほど、いい打ち手ですね。ミサイルランチャーのいい打ち手ですね。これはもうちょっと打てたな。真ん中抜けてきている。 OK、 まだいるな、そこ真ん中いるね。うわーマジか、相打ちになっちゃった、相打ちになっちゃったな。あそこで抑えないと。おお味方ってかもう来てんのか。一旦射程飛ばしますか。近くにいたよね。これあ赤い丸がついてれば人が乗ってるってことだっけ。今更発言、今更発言出ました。今更発言です。モバ戦渋いっすね。モバ戦は渋い。味方めっちゃ前上がってくれる。撃ちましょう。まずはね大型変異装者に投げ込んできている。素晴らしい。方の高さやモチベーションのそれはない。クソマジか、死なないか。スマートイオンでとどめさせたと思ったんだけどな。ちゃんとクリーンヒットしてなかったな。あれやります。え、待って待って、なんで損益されてる、損益されとる。あ、されてるね。いるわ。屋根の上に結構。大丈夫？一直で行く感じ？一直で行く感じね。結構落としてるから、いるね、スナイパー。スナイパーが結構いる。この間はいけないか。これでライン上げますか。そこめっちゃ、くっちゃいっぱいいる。盾になりましょう。うお無人無人の大型変異装者。無人くんはやめてよ。ダメか、その真ん中、真ん中の攻防に勝てなかったか。敵をキャンセル。真ん中の攻防勝てなかったな。外した外した、ここぞというところで外した。そうか、真ん中やっちまったな。大型変異輸送車に直撃。そうだね。グレネードを使え。私が仕事になりましょう。どう？もう一人も止まってる？もう一人も止まってるくさいね。もう一人も止まってるくさいね。まあ、ここは一旦リセットしましょう。あれが悪かった。ちょっと悪かったのは間違いない。敵を捉えた。オッケー、取ったよ。輸送車が第二チェックポイント。やばい、いる？あれが怖いか。またスナイパー怖いよね、その位置。素晴らしいね。まあ、かなり苦しいんだけれども、一応可能な限り削りましょう。いや、これはなかなか面白い。この辺残って。でもあんまり意味はなさそうかい？あんまり意味はなさそうだね。なんかすげえ大型変異装置に撃たれてるし。予測打ちのできなさよ。そこめちゃめちゃいるね。え？なんか嫌な予感がする。引いていた。
普通に来ていた。ヒーローは空いている。とファームボーイしてきますか。ハンソロがやられたのか。今すぐ向かう。誰がいるのかな。レイか。やべえ、レイも襲われてる。危ない。来ているな。お父様が来ているね。お父様が来ている。詰まっている。死なない。あんまり出してるとお父様が来るからな。痛い。うわー、踏んでる。ちょっと待って、レイどこ行った。俺完全にレイ見捨ててる。あ、ごめん。警戒しろ。拙いな。なんだこの拙いルーク。メス。手伝いましょう。オッケー、手伝いましょうって言ってた。うおー、やはり父上が。ぐはは、やるなウェイダー。違う、目的は撃ちに行かねば。いや、一回見捨てたから体を張ってレイを守ったということで、さすがマスター。大丈夫、それ撃たれ出てるよね。これ拾えんの？一応まだあるのか。もうちょっと後ろ下がれるとよかったね。やっぱ大型兵員走者は無人でも強い。無人でもあのパワー、まあ、チョークでやられてはいたもののね、削られたのも大半は大型兵員走者っぽかったからな、まあ、ちょっと誰が乗ってたかまでは分からなかったけれども、死亡って出てたけど普通に人が乗ってた可能性も全然あるからなって。落としたな。マジそこら辺いるな、多分。なんかいるぞ。行きたいんだけど。あ、いるね、やっぱり。いる。そこにいるぞ。インフィルトレーターがいるんだよ。インフィルトレーターがいる。大型兵員輸送車に。どうする、ちょっと飛行機飛んでく。全然遠いね。あんまり飛んでないのかな、敵。あんまり飛んでない可能性はあるよな。あそこに、この辺にいたインフィルトレーターを狙って。そうね、あれはあんまり人が乗ってるやつじゃないもんね。どの辺、あ、人が乗ってるやついた。完全に見失っていく。ちょっと離れていい。山綺麗ですね。山が綺麗とか言ってる場合ではない。ギリギリまで攻めるね。攻めますね。敵は墜落したのかな。そのような感じするね。ちょっと位置わかんないな。できればヒーローとか狙ってあげたいんだよな。これレイが生きてるかどうかも判別できないな。そうか、味方のアイコン出ないんだね、今更だけど。レーダーの横に味方のアイコン出ないんだね。うん、全然わかんないね。全然わかんない。これさあ、ね、うまいこと追撃してくる人いるけどさ、やっぱ飛行機のプロは段違いに上手くない？段違いにうまいよね、飛行機のプロは。対地も対空もね、こういう中でもきっちりだって落とされたことやっぱあるもんね。こ
これはやばいか。下だな。今いたね。ミサイル持ちますか。危ない頑張りすぎだ。頑張りすぎました。これ以上撃てなそうか。まずいね。自分も撃ちに行くべきだったな。ちょっと上空じゃなかったね。その辺多分いっぱいいるもんね。無人機やっぱ今現代社会もね、やっぱドローンによる兵器とかやっぱあるんで、やっぱ無人機の精度の高さがね、科学の発展を証明してるんじゃないでしょうか。理不尽です。こういるね。飛び込んできた。結構あれだね。押し込まれちゃった。お、レイまだ生きてるじゃん。ちょっと待って、レイ助けに行こうか。ちょっとオフィサーで、レイを助けに行く作戦にしましょう。そうこうしてるうちにポイントも貯まるという、私の、インフィルトレーターも中に先行している。任せよ。あれ、うちのレイじゃないよね。うちのレイもいた。パレットの準備 OK。 反対側に置いてきました。出て出て出て、 EL の方がいるかだけ。どうしようかね。一旦向こう見に行ってこようか。せっかくだから一旦ね、相手の戦力を見極めていきましょう。行けたらですけど、こちらの戦車出してるんだよね。攻撃してくれてるよね。行きましょう。ちょっとやっぱすぐ捨ててしまうにはね。なんか後ろにいるな、これ貴様先ほどの貴様かダメだ、もうさすがに先行して助けに行くことができん。まあ、レイに一旦ね、しっかりと守っていただいて、まあ、ベイターが来てるでしょ。ベイターが来てます。裏に置いちゃったか。あれが来てるな、インフィルトレーターが。スタートタンクが攻撃されてる。敵が爆弾を設置。設置？嘘でしょ。ん？あれ？さっき片方解除してんの？は？あの状態で？西一回解除してるんだ。怖っ。ていうか、俺も助けに行けよって話だよね。俺速攻なんかチョーク食らって諦めて下がってたけど。ここなんかいるんじゃないの？死んだってことは。オペレーターが後ろの方で悪さはしているけど、レイを助けに行きたいんだよな。いて、いて、どこのスナイパーですか。やめてください。任せて。これチョークってこいや。自らの仇を自らで撃てないセイバースロー飛んできた。パワースローか。リーチ長えな、やっぱパワースローは。こうなったら、前回はね、前回でしたっけ、もっと前か。OK! フェイダー、もうちょっと前からやっとくべきだったかもしれないね。フィリアスタフネス。結果も来るね。後ろか、やりおる。しゃあ、レイを守るぞレイを守るぞ。おお、レイを守るぞ。是が非でもレイを守っていくぞ。後ろから撃たれてない？あばばばばば。入られていた。入られていたぞ。ヒーローはダメだよね。まだ中に味方いるよね。やばい、戦闘中になってる。
ああやばいことになっている。ちょ、しーしーしー、急げ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 、全力でお救いしなければ。アナキン助けに行ってくれ、頼む。ベイダー卿が、恐怖の暗黒卿がジャガードの中にいます。置かれました。ついにレイが死んでしまった。何回首絞められとる、耐えろ耐えろ耐えろ、どこに何がいる、いるぞ、耐えろ耐えろ、うわどうなった、ポイント足りなくなっちゃった、ヒーロー出すためのポイントが足りない。やる、くそー、レイを守れなかったのは悔しいところではあるが、ナイス、やりますね。呪いた君は壊滅、ガラクタどもは敗走した。いやなかなかベイダーとマッチアップが結構多かったけれども、基本的に一方的にやられているというね展開になりましたが、いや昨日に引き続きレイヤーとか出してみたかったけど、気持ち的にはすぐ出してみたかったんだけれども、この状況でレイヤーで前に出たら死ぬよね、確実に死ぬよね。はい、ということで、もうちょっとなんとかできればね、絵的に綺麗な動画になったかもしれませんが。はい、というわけで。いやー、なんとかレイを守りきりたかったけれども。エンドアではね、守ってもらったってことありましたから、ちょっとうかつに死にすぎましたね。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。